2021年4月15日から4月30日まで小規模事業者など再構築促進補助金の受付が発表がありました今私たちはこのような業種と相談を受けてますが例えば印鑑屋さんはハンコがなくなった時にビジネスをどう変えるかというのが あるわけですね、えー、文房具店も100円ショップのような格安の文房具が増えてきたので、えー、なかなか従来のような文房具店として、えー、経営ができにくくなるわけですね。えー、新聞販売店も購読者が減ってるのとそれから折り込みチラシも減ってるので、えー、今廃業とか 統合が始まってるわけです、えー、印刷機会を持った印刷会社もとても厳しい環境に今あるわけですね。えー、書店もそうですね。えー、そして、えー、喫茶店もお同様な部分があります。でもそこに私たちが今考えている例えばスマート印刷館のような機能だとか新しいビジネスをそこに入れることによって全く違う新しい えー、ビジネススタイルが出来上がるのではないでしょうかと例えばグリーンバックで動画を撮影してそして映像を編集するような場所をその一角にこう用意することによって新しい市場が見えてくるわけですねパソコン教室っていうのはたくさんありますけど、えー、スマホ教室とかソーシャルメディア教室っていうのが あまり見かけけないわけですね個人で、えー、教えてくれる人たちはいますけどどこにそんな人がいるかがよくわからないわけです。でも例えば文豪具店にしてもあの印鑑屋さんにしても、えー、結構立地のいいとこにあるわけですからあそこで34人を集めて、えー、例えば通販サイトの構築をするとか Google マップとか Google マイビジネスの 登録をするとか、ランニングページを作るとかっていうことの勉強会は、これから働く場が狭くなってくる中で、新しい働き場として手に職をつけるという意味でも必要な部分があると思います。このような再構築促進補助金というのが、1年間で1兆1400億円。 国は用意してくれているわけですから、ぜひ、えー、この機会に、えー、次の時代のビジネスを再構築しようではありませんか。